どうもカゲヤンです今日はですね コントロールできるのは自分だけ他人をコントロールすることはできないということについて、えー、僕の考えをお伝えしたいなというふうに思います、えー、今言った通りですねコントロールできるのは自分だけでですね他人をコントロールしようとしてはいけないんですねいけないというか他人をコントロールするっていうことは基本的にできないと思っていただきたいなというふうに思いますでね、あのーまあ、のま あのー、結局ね、えー、自分もね 正しくねコントロールすることによってね変化させることによってで相手も環境も変えることができるんじゃないかなとそのように思います。であのー、全てはね内側メンタルですねメンタルを制することによって外も制する外っていうのは環境相手ですねを制することができるというふうに思います。であの自分のねその雰囲気というか雰囲気っていうのは内面から来ます。 で、内面から来るんですけどもその雰囲気が悪いっていう人は、えー、内面がね不安定な人なんですね。で内面が不安定で、えー、雰囲気が悪い人はやっぱ敬遠されるというか嫌われる、えー、という、えー、側面があると思います。で逆にね、えー、雰囲気がいい人っていうのはね、あのー、相手もね環境も良、えー、くすることができるそういうものを引き寄せられるんじゃないかなというふうに、えー、思います。で、やっぱりね、その… 雰囲気をね、えー、安定させるためにはですね、えー、自分を変えていくんですけどもその変えることをね、えー、するんですけどもその一つのことだけにね、えー、を変えればそれで全部 OK やということではないんですね。えー、体もね両手両足、えー、体全体がね重要なようにね体の一部だけが重要というわけではないんですね。であのー 例えばね山に登る時にね、えー、体全体とあと道具とかねそういうものが必要なのにねあの右手だけで登ろうとするようなそのようなことが例えば一つのことだけをよくしようとするっていうことになると思います。ててててが重要なんで全てをちょっとずつ上げていくようにしていけ 行っていいいたただきたいなと思いますで僕自身もそれを全てを変えるように、えー、日々あの活動をしております。でそので今のね自分のね雰囲気っていうのはね、えー、まさにね今の自分今の自分であります。 今までの結果が、えー、今の雰囲気になっているということで,ですね、えー。誰のせいでもありません、えー。他人のせいにしてはいけません、えー。自分で自分を変えてね、自分をコントロールして、えー、相手も周りもね、環境も良くしていきましょう。ということで、えー、日々、えー、頑張って、あのー、自分自身をね、高めるように活動していってください。ということで、今日の動画は以上となります。ありがとうございます。